今回ですね、またホワイトボードを使って、長尺の動画を撮っていきたいと思います。以前質問で YouTube のコメントか何かで、今の収入源であったりとか、例えば収入のジャンルであったりとか、マネタイズできるジャンルが知りたいと、2023年ですね。マネタイズできるジャンルが知りたいっていう、そういったメッセージとかコメントとかいくつかいただいたので、どういった収入源があるかとか、どういった方法でマネタイズするとか、あとは今こういった例えばスキルがあった方がいいよとか、こういったツールを使おうとか、そういったですね、動画を撮っていきたいと思います。超セミナー動画みたいな感じなんですけど、まずですね、例えば収入、まだ会社でしか給料でしか稼いだことがない人を想定します。まだスキルも何もない、でも人生を変えたいとか今が不安だっていう人に向けて撮っていこうかなと思うんですけど、だからこういった動画もですね、結局僕がまだ何もなかった時、要は会社でずっと働いてて考える力がなかった時とかに、やっぱり一番見たかった動画だなっていうのを想定して作っていくって感じなんですけども、でもですね、昔と今だと、使えるツールとか、その環境っていうのが違うので、本当に今2023年バージョンって形なんですけども、まずは間違いなく、スタートはメルカリからでいいかなと思います。家にある不要品、これよく言うんですけど、家にある不要品って、引っ張り出せばめちゃくちゃあると思うんですよ。服とか、衣類とか、あとなんか昔のゲームとか、漫画とか、本とか、ね、本でも参考書でも辞書でもいいし、あとは機械類とかでもいいし、あとは食器とかそういったものもそうだし、漫画、そうですよね。だから本当にめちゃくちゃ、あと趣味のもの、例えば釣りとかバイク、車とかいろいろあると思うんですけども、とにかく基本的に家っていうのは物に溢れてるんですよ。押し入れとかですね、物を入れるところを見ると、クローゼットとか、ほとんどの家庭がパンパンだと思うんですよ。8割ぐらいの人は。多分僕もずっとパンパンで生きてきたので、で、僕の実家も常に、本当に僕の物心つく頃から物が溢れている。よく親は足の踏み場もない家だって、なんか自分家のことを言ってましたね。足の踏み場もない家だみたいな。僕はそんな家嫌ですけどね。すごい居心地がいい家なんですけど、実家は日当たりも良くて、運気がなんかいい家なんですよね。だから好きなんですけど、とにかく物がまだ多いということなんですよ。で、まずですね、メルカリからスタートすれば、ビジネスの基本っていうのが覚えられますし、あとは、やっぱり初めての収入っていうのを手に入れることができるんですよ。家の不要品を売ることによって。で、やってもらうことは、とにかく不要品をかき集める。で、写真をきれいに撮る。で、他の出品者の真似すればいいので、で、タイトルの付け方も真似できますよね。概要欄も真似できますよね。結局、上手い人のページを3つか5つぐらい用意して、それを組み合わせて自分のオリジナルのページを作ればいいだけなんですよ、ビジネスっていうのは。副業とかもそうなんですけど。なので、メルカリでタイトルの付け方、多少のライティング、写真の撮り方、で、値段の付け方、リサーチですよね。他の商品はいくらだろうなとか。あとはお客さんとのやり取りで、梱包して、発送して、評価を付け合うみたいな。で、これがやっぱり5品出してる人と100品出してる人と500品出してる人だったら、やっぱり500品出してる人の方が売りやすいし、まとまったお金になるので、だからこそ3桁単位。100品ですね。100品、200品、300品の単位で、メルカリでまずは、修行を積むっていうことからスタートするのがいいかなって感じで思います。で、メルカリをこれだけですね、やっていくと、安く買って高く売ることさえできれば、これってビジネスになるんじゃん、副業になるんじゃんって思う時が来るんですよ。どうやったら安く仕入れられるんだろうなとか、どうやったら高く売ることができるんだろうなって。ビジネスの基本、物販の基本っていうのは、ただすごいシンプルで、安く買って高く売るだけなんですよ。だから安く買えるんだったら別にリアル店舗でもいいし、オフラインでもいいし、高く売れるんだったら別に日本国内でもいいし、国外でもいいんですよ。でもその中にやっぱり一番レバレッジが効くのが、日本から世界を相手にできる僕は eBay だと思うので、
なので、まずはメルカリで物販とか、そういった物を売るってことに慣れてきたら、eBay をスタートするのがいいのかなって思います。で、そうすると、メルカリで1、eBay で1っていう収入が入ってくる可能性があるものが2つできたわけじゃないですか。これだけでも人生においてかなりプラスなんですよ。かなり人生激変するぐらいのインパクトあるので、まずはメルカリと eBay を僕だってやるかなって感じです。で、次にここでメルカリで例えば月に1万円でも2万円でも稼げるようになったりとか、例えば eBay で月に1万円でも稼げるようになったら、とっとと発信しますね。情報発信。例えば Twitter でつぶやいてみるとか、インスタでなんかつぶやいてみるとか、ブログを書いてみるとか。で、ここでですね、3.1って書いてあるんですけど、稼げる前からやってもいいんですよ。要は完全ゼロの状態からメルカリと eBay で、まずはメルカリで月に5万円稼げるまでみたいなアカウントを作ってもいいじゃないですか。だから発信っていうのは3.1って書いてあるんですけど、ここからスタートしてもいいんですよ。で、そんな感じで、まずはやっていきますね。で、次、レクチャーっていうのが結構、これ結構肝なんですけど、僕も最初ですね、eBay とかで、普通に収益が出てくるようになったら、やっぱり、その会社の同僚とか友達とかに言うじゃないですか。で、そうすると、やっぱり教えてほしいとかってなると思うんですよ、最初。で、そうすると、別になんか、最初って別に実績もないし、人に教えたこともないので、なんか別に3万円とか2万円でも1万円でもいいから、まあいいよみたいなことってなるときって来るんですよ。例えば知り合いの人が5万円で教えてほしいってなったとしても、例えば月に1万円でも稼げたら、ある意味半年で元取れるわけなんですよ。元さえ取れれば、別に僕はいくらでもいいと思ってるんですよ。例えばコンサルとかスクール費用が100万円でも200万円でも、元さえ取れれば、それ以降のお金っていうのは全部プラスになるし、その時に培った経験とか知識っていうのは一生残るものですよね。そう。だからこの元が取れるか取れないかっていうのがすごく肝になってくるかなっていうのは思うんですよ。だから月に1万円でも稼げれば、絶対にいつか元って取れるわけなんですよ。そう。だからこの1万円の再現性っていうのをすごく考えることが大事なんですよ。まあ5000円でもいいんですけど、1万円でも5000円でもいいんですけど。で、ちょっと人に教えてみる。僕も最初、なんか YouTube か何かでメッセージ来た時に、なんか教えてほしいですみたいなこと来た時に、確か5万円ぐらいで教えましたね。初めての時は。確かそういった、やっぱり、そういったスモールステップっていうか初めてのことだったので、やっぱりレクチャーは人に教える、アウトプットする、それが一番自分の勉強になるんですよ。要は人に教えるとか、人に何か伝えるっていうのは、これ自分の勉強になりますからね。無料でもやった方がいいですよ、人に教えることって。自分の勉強になるんですよ、めちゃくちゃ。そう、それがめちゃくちゃ大事なんですよ。レクチャーするってことも大事。で、これそもそもここで発信していれば、じゃあ教えてくださいよってなるじゃないですか。だから全てつながってるんですよ。1でも2でも3でも4でも。5もつながりますね、コンテンツ。じゃあこのレクチャーするときにマニュアルがあった方が楽じゃんとか、動画があった方、限定動画があった方が楽じゃんってなるときに、じゃあコンテンツ作ろうってなるんですよ。で、このコンテンツを作ると、その流れとかが、一つの自分のコンテンツ、一つの商品になるので、このコンテンツ自体をココナラとかノートとかで PDF で売ったりとか、限定動画を作って売ったりとか、テキストで売ったりとかってできるわけですよね。そう。だから全てまずはここでつながることができるんですよ。ノートでもいいし、ココナラでもいいし、自分のブログで売ってもいいし。で、ここまで来たら、まあやっぱりもう情報発信、要は成功体験が得た時点で、もう YouTube っていうのは絶対マストでやるべきなんですよ。一番破壊力があるのがやっぱり YouTube なんですよ。例えば YouTube でまずは自分自身が、まあ、メルカリとかもいいですよ。多分月にメルカリでこの方法を使うと安く発送できますよとか、メルカリ便と、例えば UU メルカリ便と、そのネコポスとか、定形外とか、これをすべ、この、これの、料金の違いを教えますとか、安く発送できる方法を教えますとか、こういうのでいいんですよ。そう。例えば eBay だったら eBay の出品方法を教えますとか、
海外に発送するのにはこれを使えばいいですよとか、これを YouTube で、例えば5分ぐらいの動画でもいいので、人が求めてる情報、ニーズがある情報、自分が経験した情報、成功した情報、失敗した情報っていうのを5分から10分、20分でもいいし、ブロックごとにどん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  YouTube で動画をアップしていくんですよ。でも結局、2日に1本アップしても1年間で150本ぐらい溜まるわけじゃないですか。こういう自分のコンテンツとかマニュアルが溜まっていけば、自分に影響力がついていくから、どん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 人生楽になっていくんですよ。だからこれもそう、発信業務、ツイッターの数とか、インスタの数とか、フォロワーさんの数。で、ここではブログだったら PV 数とか、自分の記事数とか。例えばブログから YouTube に誘導したりとか、YouTube からブログに誘導したりとか、YouTube から自分のノート、ここのあるとかのコンテンツに誘導したりとか。全部つながってるんですよ、実はビジネスって。YouTube からレクチャーしますよって伝えたりとかもできるし、発信するためにはブログとか YouTube も必要だし。全部つながってるんですよ。実は。無駄なことなんてないんですよ。本当に。無駄なことなんてなくて、ビジネスとか副業に。それは失敗しようが成功しようが、自分の経験とか知識になるので、無駄なことなんて本当にないんですよ。そう。で、あとはまあ、この辺で僕だったら、Kindle。この辺でですね、ブログとか YouTube とかでタイトルの付け方とか、あとは、サムネイルの作り方とか、YouTube、ブログとかやってれば、ある程度の、知識でつくんですよ。で、そこに対して、じゃあ、デザインも、まあ、サムネも作れるし、まあ、記事も自分の、まあ、5000文字ぐらいなら書けるな、みたいな。1万文字ぐらいなら書けるな、っていう状態で持ってったら、もう、Kindle はすぐやりますね、電子書籍。で、そこで今度、印税収入が手に入りますよね。そう。だから、メルカリの収入、物販の収入、で、レクチャー。で、これで3つ目。で、コンテンツ販売で4つ目ですよね。これはノートでもここなどでもいいし。で、ワンチャン YouTube で1000人超えて4000時間超えたら、印税が入って5つ目。で、ブログだったら、例えばアフィリエイトとかアドセンスを貼って、で、6つ目。で、Kindle で7つ目。で、例えばこういうのができるようになったら、じゃあ、マンツーマンでコンサルやりますよとかやったら、8つ目。ですよね。例えば、このお金を使って、配当金4%とか3%の、日本株とか、アメリカ株とかを買って、1年間に、例えば、1万円でも、数千円でも入ってくることによって、それって別に収入源なんですよ。どんなに少なくてもお金が入ってくるものって収入源なんですよ。だから、ここで9つ目みたいな感じで、収入源ってこう見ると、ぶっちゃけ言うと、9つぐらい作るのってめちゃくちゃ簡単なんですよ。すべてつながってるんですよ。これって。コンサルの時も、じゃあ教えるの大変だけど、コンテンツにしちゃえばいいなとか、マニュアルにしちゃえばいいなとか。そう。で、そのマニュアルを作るために、ブログで、限定記事を作るとか、YouTube で限定動画を撮るとか。そう。で、Kindle で自分の YouTube やってますって、YouTube の集客したりとか。で、最終的に自分の YouTube からコンサルの依頼が来るとかっていう形で、全てつながってるし、別に収入の柱っていうか、収入が発生するものって9つぐらい作るのってめちゃくちゃ簡単なんですよ、本当に。だから脱サラしたいとか、フリーランスになりたいとか、ちょっと今が不安だっていう方は、別に5つぐらい作ればいいじゃないですか。収入源。メルカリで1位とか、物販で1位とか。ね。それをコンテンツにして1位とか。で、レクチャーして1とか。コンサルして1とか。こんなんでいいじゃないですか。ブログとか。で、お金が余ったら配当金にも回していくとか。こんなんでいいんですよ。そんなに深く考えないんですよ。実は。収入の柱を作るためには。で、その時に必要なスキル、知識は最低限これを持っていこうっていうのが、この後の章になるんですけど、やっぱりライティングっていうのは必要ですよ。記事を書く力。で、記事なんて最初から書けないですよ、人は。僕、書けないですよ。だから僕も今までアフィリエイトの記事なんて多分1000記事ぐらい書いたことありますし、トレンドブログだってもう何百記事って書いたことありますし、で、本とかも多分何冊か書いたことありますし、ツイッターとかでもなんかつぶやいたこともあるし、
YouTube とかだったらタイトルの付け方とか概要欄書いたりとかってやるじゃないですか。だから全てこういった行動っていうのがライティングの向上につながるんですよ。文字を書けることができるようになるんですよ。で、そのあたりですね、YouTube とかコンテンツとかマニュアルを作ることによって動画を作る力とかっていうのが向上しますよね。で、そうすると喋りが今度上手くなるので、どんどん向上しますよね。で、サムネイルとか、ブログのサムネイルとか、電子書籍の表紙とか、YouTube のサムネイルとか、どん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 作っていけば向上しますよね、力が。そうすると、どういうことかというと、人とか、まあ僕もそうなんですけど、最初から上手くなんてできないんですよ。最初から100求めたらダメです。最初から100点求めちゃダメです。最初はですね、10点でいいんですよ。10点で。10点とか20点で。100なんか求めちゃうからダメなんですよ。これはね、日本の教育が悪いんですよ。日本の教育っていうのは100点満点なんですよ、テストが。だからみんな100点求めようぜっていうなってるんですよ。だから個性が奪われちゃうんですよ、日本の教育っていうのは。そう。だから、こういうのに関しては僕はもう全然10点でいいから、まずは数やりましょうよと、時間かけましょうよということを伝えたいですね。で、例えばこの右肩上がりになるってことになると、今から、そりゃ1年後これをやってた方が力つきますよね。そりゃ5年やってた方が力つきますよね。そりゃ10年間こんなこと毎日やってたらめちゃくちゃ力つきますよね。だから僕は毎日こんなことをやってたから、やっていて10年経ったから、今こうやって会社に行かなくても、生活できるようになったんですよ。だから別に自分の力だけで、まあ、生きていくことができるようになっただけなんですよ。本当に。何も持たなかった自分、学歴もないし、コネもないし、友達も別にいないし、少ないし、なんか希望もなかったしみたいな、特技もないし、そんな僕でも、そんな自分でもやり続けたんですよね、とにかく。でも成長してったのが楽しかったんですよ。記事書けるようになった初めてのアフィリエイトの収益レターとか、例えば eBay とか物販だったら、このジャンルを狙ってみたら初めて売れたとか、そう、なんか印税が初めて入ってきたとかね、自分の例えばノートとかココナラで商品が初めて売れたとか、YouTube で初めてコメントが来たとか、いいねされたとか。っていうですね、楽しみっていうか、やっぱあるんですよ、そういうのって。だからこれが、例えば、毎日スマホゲームだけやって、なんかログインしたら、なんかボーナスもらえますみたいな人生だと、それを5年10年やってても人生変わらないわけだし、何も意味ないんじゃないですか。ただただ年だけ取っていくみたいな。でもそれが電車とか乗ってみると、やっぱり9割の人はやっぱりスマホゲームしたりとか、 YouTube でエンタメ系の動画を見たりとか、漫画読んでいるとか、ほとんどがこうなんですよ。勉強しないんですよ。自己投資しないんですよ。自分のために時間をかけようとしないんですよ。だから1割になりましょうと、少数派になれば、少数派になるイコール勉強できるようになる、チャレンジし続ける、継続する、新しいことをやってなんか楽しみを得るっていう人間になれば、それだけでラッキーじゃないですか。だからこの動画を見てる人って、こんな動画絶対見ないんで、勉強したくないっていう人は。勉強したい、成長したい、今からどうにかしたい、人生変えたい。だからこの動画見てると思うんですよ。だからここまでマニアックな動画見てる人って、それだけ勉強意欲が自分は高いんですよ。なので、めちゃくちゃ自信持ってほしいんですよ。めちゃくちゃ勉強意欲高いです、本当に。僕のこんな動画を見てくれる、まあ、僕はでも、こういった自分の動画はめちゃくちゃ価値あると思ってるので、なんでかというと、僕もずっと YouTube 勉強マニアなので、1日2時間とか3時間聞くんですけど、それを聞いてきたことが詰まってからのホワイトボードなので、全部僕が要約してるような感じなんですよ。他の人が言っていることとか、大事なこととかっていうのがあるので、僕は多分めちゃくちゃ価値がある動画を提供している自信があるので、自信がなかったらこんなに喋んないし、毎日ではないですけど続けないし、
動画1000本も出さないですよ、結局。そう。だからそれでもやっぱり、なんか本当に YouTube とかコメントとかでも、なんか勉強になりますとか、そういうことちょくちょく来るので、いや、本当にそういうの励みになるんですよ。だから本当もっと欲しいですね。なんか、励みの言葉をくださいと。なんか、もっと撮りたいなってなりますし。で、結局、最後戻ると、今、最強のツールって、ぶっちゃけマジでチャット GTP です。AI。チャット GTP。これ使えば、ぶっちゃけも発信もできるし、別にツイートとかの文とか作ってもらえるし、ブログだって別に書いてそこから直せばいいし、YouTube の台本も作れるんですよ。で、Kindle も作れるんですよ。チャット GTP 使えば。で、今だと AI 画像とかもあるので、AI に画像作ってもらえば、表紙作れるし、サムネも作れるんですよ。で、チャット GTP で例えば台本書いてもらって、それで YouTube で喋るとかもできるんですよ。なので、こういったツールをかましていくと、どん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 簡単になっていくんですよ。で、チャット GTP って今3.5っていうのがあるんですけど、バージョン4っていうのもあるんですけど、これがですね、月間20ドルで使えるんですよ。20ドル。だから約2600円ぐらいですかね、日本円で。で、僕も今、もちろん有料化にしてますね。チャット GTP4 使ってますね。こういうのにやっぱり自己投資するってことはめちゃくちゃ大事になるわけなんですよ。で、あと今だとブリューとか、ブリューって知ってますか？文字起こしを自動でしてくれるツールなんですけど、これも4月下旬から有料化するみたいなんですけど、これも課金しますね、もちろん。で、こういうですね、ブリューであったりとか、チャット GTP を使うことによって、YouTube のチャンネルとかを複数運営できるんですよ。これをですね、ステルス YouTube って言いますね。自分が声も顔も出さないで YouTube を運営するやり方。今だったらゆっくり系とか流行ってますよね。ゆっくり解説とか、ゆっくり実況とか。で、僕も今、ステルス YouTube で何チャンネルかもちろん持ってるので、一番いいのだと3万人以上のチャンネルとか持っていますし、で、他のチャンネルも1000人超えてるチャンネルとか2000人超えてるチャンネルもあるんですけど、今そういうのを育ててるって形ですね。で、この育てるために、去年だとチャット GTP とかブリューとか、もっと使いにくかったんですけど、こういったものがやっぱり出てくることによって、今流行りのビジネスにもちゃんと参入することが大事です。だから AI を使って記事が作れるから、じゃあちょっと電子書籍やってみようかなとか、ブログやってみようかなとか、YouTube の台本書いてみようかなとか、こういった時代の波に乗ることもすごい大事です。時代の波に乗る。要は変化に対応するっていうことですね。この辺もめちゃくちゃ大事になります。で、あとはこのしゃべりとかもそうなんですけど、なんかまあ別にね、YouTube なんて最初から100人、1000人見てくれないんですよ。まあ僕の今のこの動画だって、言って多分400再生とか500再生ぐらいだと思うんですけど、放置してて。だから、最初から1000人、1万人なんて見ないんですよ。だから言いましたよね、さっき、100点目指さないでいいんですよ。喋れなくても、おどおどしても、噛んでも、話めちゃくちゃでも、本当に1、2回ですよ、最初。視聴回数なんて。だから別に10でもいいじゃないですか。10のクオリティでも。10のクオリティでも、YouTube でも、ブログでも、Kindle でも、発信でも、やり続けたからこそ、5年、10年やり続けたからこそ、すべての力が右肩上がりになって、ライティング、動画、喋り、サムネのデザインとか、あとは思考する能力。こういうのが、やっぱり長い目で見て、5年、10年見て、1年でも、まあすごいレベルアップするんですけど、そう。だから、今から完璧求めちゃダメなんですよ。最初から完璧求めないで、長い目で見て、15年後にめちゃくちゃレベルアップしてればいいじゃないですか。1年後にめちゃくちゃレベルアップしてればいいじゃないですか。そう。だから僕もやっぱ最初そうですよ。最初やっぱり100点目指してやりたかったし、でも
マジでそうなんですよ。100点目指すんですよ、みんな。僕もそうでしたけど。だから日本教育マジで終わってるなって思うんですよね。そう。だからアメリカとか海外っていうのは基本的にその人の特徴であったりとか、その人の強みを伸ばす教育とかなんですよ。日本っていうのは平均点を目指す教育なんですよ。要はその人の個性を潰す教育なんですよ。だからこそ、テストもそうだし、100点目指そうよって。だからこれが本当に悪しき風習、本当に悪しき風習だなって思うんですよ。そう。ひどいな、マジで。これもね、やっぱり敗戦国ならではの GHQ とかで、やっぱそういった何かあったりとか、まあこうやれみたいな。だからそこでやっぱりパンが流行ったりとか、牛乳が流行ったりとかっていうのもあるし、まあ小麦食えみたいな感じになったりとか。だから悪しきなんですよ。だからマイナスからスタートなんですよ。もう学校行った時点でって僕はもう最近めっちゃ思うんですよ。学校行って小学校とか中学校確かに行ったっすけど、何が良かったか今は分かんないですもん。結局自分でこう行動して自分で考えるようになって自分でそれを継続したからこそ、ただただ道が開いたわけで、やっぱ結局変えられるのって自分なんですよ。自分の目で見てる世界が全てなんですよ。自分で考えたことが現実になるのが全て世界なんですよ。そう。だから他人に頼っちゃダメなの。他人に頼らない。だから他責思考にならない。日本の政治が悪い。税金が高すぎる。総理大臣、岸がもうめちゃくちゃだ。金ばらまいてるとか。世界中に金ばらまきまくってるとか。ね。だからそんな感じで、なんか他責にしたって別に人生変わらないし、他責にしたところで、やっぱり自分は自分なんですよ。自分変えられるのって自分しかないんですよ。そう。だから自分変えるためには、まあ、さっき言ったように、100円でも稼ぐことが大事なんですよ。自分の力で。だから、メルカリやったりとか、その後に物販やってみるとか、情報発信ちゃんとして、で、全てのスキルを右肩上がりにして、それを継続、毎日。だって毎日2時間でもこういう行動をやれば年間ですよ、700時間ですよ、年間700時間自分のスキルとか力がついてくんですよ。で、5年間やってください。年間じゃない、5年間で3500時間ですよ。3500時間もこのビジネスのこととか副業のこととかを考えながら5年間過ごしたら、そりゃ力つきますよ。そう。どんなに何も持たなかった自分でも、僕でも、さすがに5年、10年やったら、なんか、本当に変わりましたよ、人生。喋れるようになったし、こうやって。で、僕の動画を聞いてくれる人が、なんか、勉強になりましたって言ってもらえたりとか、そうやって問い合わせが来るようになったりとか、で、いろんな稼ぎ方とかがすぐパッて思いついたりとか、本当に変わりましたよ、人生。文字も書けるし、デザインもできるし、動画もできるしとか、人に教えることもできますし、そう、何もなかった自分でも。そう。なので、結局まあ、やっぱ人生変えたいとか、自分には何もないなって思うんじゃなくて、もうそこからなんですよ、結局スタートは。みんなそこから、一部のスーパー天才を除いたら、みんなそこからスタートなんですよ。挫折からのスタートなんですよ。だから僕も挫折といえば、正社員の期間2ヶ月とかしかないので、3ヶ月しか。あとは全部派遣とかバイトとかなんですよ。ボーナス1回ももらったことないので、人生で。それぐらいやばいやつなんですよ。挫折のオンパレードなんですよ。でも自分がなんでこう、そこから逆転できたかっていうと、なんか、今がダメだと思ったんですよ。自分がダメだと。このままじゃやばい。まず、それを認めたんですよ。自分の悪いところ、欠点とか。自分をまず、自分がダメなんだって認めたんですよ。
で、自分がダメだったら自分が変わるしかないと思ったんですよ。そこからなんか本を読んだら eBay っていう副業をするとなんか日本のものが海外で高く売れるよみたいなことが書いてあったので、それを初めてやったら自分でお金が100円とか1000円稼げて初めて、でもっとやればいいじゃんと思って、そこから大量に出品して、でそこから他にもブログで稼げるんだとか、アフィリエイトってあるんだ、初めて知ったみたいな、じゃあやってみようかなみたいな。でめちゃくちゃですよ、最初ブログとかもめちゃくちゃ記事も下手くそだし、リンクの貼り方さえ分かんないし、 ASP って何ですかみたいな、アフィリエイトリンクって何ですかみたいな、そんな感じのスタートですよ。でそこからじゃあちょっと自分で YouTube やってみようかなって思って YouTube 始めて、でそこでもやっぱりガサゴソガサゴソ音がなんかあれですよ、なんか音質が悪くてもアップし続けたりとか、編集もしないでアップし続けたりとか、車を運転しながらアップしたりとか、めちゃくちゃじゃないですか、やってることめちゃくちゃなんですよ。で本書いたと思ったら誤字脱字半端ないとか、そう、もうやってることね、僕なんて本当に超底辺なんだよ、技術で言うと超底辺なんですけど、それでもただ5年10年やったから力がついただけなんですよ。楽しみながらやったから。そう、そんだけですよ。だから今変わりたい、今どうにかしたい、人生逆転したい、会社辞めたい、会社のこいつがムカつくとか。もう確かにこのエネルギーを性に変えて、まず自分を認める、自分を自責だ。ここの会社にいるのは全て自分のせいじゃないですか。自分が選んだんだから。その会社の上司もそう、取引先が嫌な奴がいてもそう、全部自分が選んだ道なんですよ。昔の自分が選んで今いるわけなんですよ。そう。だからまずそこを認めるんですよ。ああ、今までが悪かったなって。じゃあこれから変えるために行動しよう、チャレンジしよう、継続しようとか、素直に生きようとか。素直に生きようっていうのは、例えば YouTube とか本とかで言ってる人がいたら、まずは否定しないで素直に受け止めるってことがすごい大事。そう、そこからどん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 いいところを取っていく、いいところを吸収していくっていうイメージ。世の中にね、結構なんかメンターが1人いればいいとか、師匠が1人いればいいとか、なんかそのわけわかんないこと言ってる人いるんですけど、 YouTube の動画が全部師匠なんですよ。本が全部メンターなんですよ。だから全員、全部、全てのコンテンツ、全てのマニュアル、全ての文字テキスト動画であったりとか、全て自分を成長してくれるものなんですよ。それが今無料で手に入る時代なんですよ。じゃあ勉強した方が得ですよね。行動した方が得ですよね。チャレンジした方が得ですよね。ですよね。ってことになるわけなんですよ。だからこの考えに行き着くとマジで人生変わるので、ぜひ参考にしてもらいたいですね。そう。だ結論、収入源っていうのは、たくさん作ることは簡単です。可能です。だから会社が安心、公務員が安心とかじゃないんですよ。そもそも自分の体が資本なんですよ。自分が怪我しちゃう、事故に遭う、病気になる、会社がクビになるとか、そう、そんなもん安心も何もないんですよ。そう、終身雇用だってないんですよ今。退職金だって減らされてますよね。税金高くなってますよね。年金だってどん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 繰り上げてますよね。そう、この世の中に安定なんてないんですよ。安定を作るものは自分しかないです。自分が成長することが安定です。100%間違いなく。だから成長していきましょうと、勉強していきましょうと、そう、人生変えましょうということをちょっと伝えたいですね。まあこんな感じでちょっとホワイトボードで30分ぐらい今後喋っていこうかなと今のところは思ってるので、よかったらなんかチャンネル登録とかいいねとかですね、人に教えていただくと、誰かに教えてください。この動画勉強になったとか、よかったら。そう、それが結局励みになって、もっと動画頑張ろうとか思うので、あとコメントとかもですね、よかったらください。ここが勉強になったとか、ここをこうしていきたいと思いましたとか、例えばこういった動画を聞きたいとか、こういった考え方を知りたいとか、何でもいいので、よかったらですね、コメント欄をアウトプットに使ってみてください。はい、じゃあそんな形で今後ともよろしくお願いいたします。